で賞味30分あ、ちょろっと散歩してね。綺麗。こんな感じだった。あ、お待たせしました。どこですか？どこでもできるか。下の方がいいな。あ、うん、下の景色がいいところ。ここにしよっか。ということで来ました。お昼ご飯、まずは一杯。後ろが手柄欄ライステラスでございます。スタートでまた撮りましょう。はい、ということでとりあえず乾杯。暑かったの。暑かったね。うん、あ、おいしい。あ、気持ちいい。これ見たかったんだ。うん、出てきた。おいしい。うまいよね。ちょっとずつ違うねんな、店によって味が。この後はウブドの街中にもう一回戻ってお買い物したいと思います。うん、今から30分ぐらい車でウブドの街に戻ります。はい、ウブドの街にやってきました。ここは中央にある王宮、ここを中心に街が多分繰り広げられていて、まあ、早速我々も今日は観光してみたいと思います。やりたい、やりたい。はい、気をつけてね。まずは2年前にウブドに来た時にここでね、こんな可愛い T シャツゲットしました。今日はせっかくなんでここの店にもう一回行ってみたいと思います。この王宮からすごく近いところにあるはず。うん、8分すごいね、やっぱり。ここがやっぱり交通の中心っぽい。危ないからバック斜め掛けにしよう。あれ、いい。あ、いい。手を置いてもらって。わー、すごー。市場に入りましたね。もうね、カオスだよ。普通こういうとこって人しか歩かないのに、普通に車もバイクも通る。現在おそらくこの通りでこのかわいいかわいい大仏ブレスレットをゲットしたんだよ。広いね。広いね、ここ絵がいっぱい売ってるよ。隠れてる。何もなくて写真もやりたい。何したの？何もしてあ、販売屋さんがってプリントしてあるな、書いてはない。うん、何ぼって書いてた。交渉系やな、書いてない。うん、なんかちょっとこう2、3年前とまた売ってるデザインがちょっと違って面白い。うん、こんな看板もなかったね、前は。なかったか。あんま売ってなかったね。うん、だから、デザイン入ってるよね。こんなん売ってなかったね、た前まで。こういう。ちょっと丈夫。おお、見て、いい香りが。なんかおしゃれ。洗練されてる感じ。150円でオーガニックバリコーヒーが飲めるってさ。お、バイバーイ。いよいよちょっとこの通りの終わりが見えてきました。一応売ってる。売ってるじゃん、なんかさ、もう、あ、いた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 。本当だ、兄弟、兄弟。売ってる兄弟や。なんか大仏ウィズビーズがいる、ほら、かわいい。ずいぶん前回2本で150円ぐらいで確かねぎったんだよね。こんな感じでちょっとしたこうバラ巻きお土産とか自分の小物とか
記念に買うにはとってもいい市場だと思います。あ、カルナスあ、T シャツの店この辺じゃない？ここじゃん。売ってる。見せて。ただ売ってる。売ってない。買い。パラッタパラッタ。これ。ハロー。ハロー。パラッタの T シャツね。お、え、ちょっと違うバージョンが売ってる。このバリも可愛くない？ほら、爽やかバリ。ほんまや。可愛い。可愛い。ちなみに私161センチで XXS。これは174で S サイズ。でちょうどいいぐらい。もうちょっとまこちゃん男にしたら細身なんだけどね。うん。なんか買ってこうか。また。買ってこう。探す。ガチで探す。なんか女の子用や。かわいい。なんか女の子用だから M でもちょっとサイズ感ちっちゃめ。あ、そうかも。あ、これ男の子用なのか。L。これ V ネックも着てる。これ男だ。ごめん失礼。男の XXS 私は着てたみたい。うん。女の子サイズだったらなんか L とかでも全然ほらちっちゃいし。本当だ。ちょっと V ネックが登場したりしてる。本当だ。へえ。面白い。さっきのさ、あれ気になった。ちょっとこれ違う？それそれと、もう一個なんですか？ウブトパリこれなんかでも似てるからちょっと違うかな。うんうん。あとなんかあ、パロットのパロットって書いてるやつがある。パロットこれじゃない？これ前からあったよね。はい、バリちょっとこう、ウブドって入ってる。本当だ。これはね、ウブド入ってない。ありかな。XXS, wait, mama, I think already finished. Oh. Wait, mama. Oh yeah, we have only small size. あ、意外といけんじゃん。パパはでかすぎるかと思ったけど、まあ、意外と、あ、全然いけんじゃん。インすればなんか意外といけるね。うん。よし、これにしよう。2枚で4000円ぐらい。バレンシャ高いのかな？バレンシャ高いけど、T シャツ1枚2000円やね。めっちゃ安い。嬉しいね。Thank you. さよなら。バイバーイ。はい、2年ぶりにこのパロットに来て、この可愛い T シャツまたお揃いでゲットしました。ぜひぜひウブドに来る方はパロット、多分普通に Google マップで調べたら出てくるから、ぜひ来てください。結構ね、肌触りもいいからさ、気に入ってんねん。じゃあ続いてはスタバに行きます。そんなうちら普段さ、海外に来てスタバとか言わない人たちなんだけど、そこはちょっとね、雰囲気いいんだよね。映える感じ。今回我々はもうサクッとフード観光するんですけど、本来ここってずっとこうお店が並んでいて、全然丸1日とか数日いても面白いぐらい。いやー、海がやっぱいいんだよ。ここも結構いいよね。海ねえけどさ、いや海ないけどこう緑が多くて、森が圧倒的。そうそう、あの街の活気があるから観光客すごい多いし、飽きないよね。うん。さあ東京に戻ってきました。ここを、まあ、一周してきたわけだね。うちらはここ左に行くと例の下があります。 あ、見えたよ。スタバらしくない入り口です。スターバックスコーヒーって見て、このほらいかにもガオーンと。お店に入る前に席をまず最初に取った方がいいと思うので取りに行きましょう。はい。ここね、すごいのがスタバから見える景色、これこんな
素敵な場所取りしたところで買いに行きます。入りましょう。あ、すごい並んでるかな。あ、まあまあこんな感じ。だいたいお値段は1800円弱。クタ限定のマグカップ。スコーンだいたい、まあ、300円弱だから日本と同じぐらいかな。来ました、ウブドのスターバックス。ダダーン、最高だね。さあ、赤ちゃんの子持ってきます。こんな絶景見れるスタバもなかなかないよね。なかなかないのか、うん、すごいよ、ウブドならではだと思う。ハスがね、咲いてて。ちょっと一服したので、せっかくだからあの地味スタバから見える。めっちゃ綺麗じゃない。ハスってこんなにあるさ。これさ、ブルーの色、ここでさ、ダンス踊るんだよ。踊ってた ね、ちょっと舞台っぽくなってる。全部でしょうかな。おお、これ何なんだろうね。スタバと若干合体してるけど、ステージやな。なんかこう、楽器もあるし、そこにコンセントがなぜかいっぱいあるっていう。ここに照明があるっていうね。そうそう、だからやっぱステージとして使われてるんだね。なんか前ね、ちょっとこのぐるっとあっち向かいじゃん。前そこもね、スタバの右側のダンスとか。あ、そうだったな。そこもですよね。座りながらこのステージが見れるんだよね。南の方にももう一つスタバがあんねんけど、こっちのスタバの方がね、我々的にはこう写真映えという意味でおすすめです、はい、以上、スタバのご紹介でした。まだまだバリの情報盛りだくさん紹介していきます。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。なんか恥ずかしがってない？だって恥ずかしいよ。もうちょっと声張ってもらっていいですか？